赤星優です。はい、瀬尾です。勝ちだぜ。はい、よろしくお願いします。はい、今回はこちらつけ麺、これで粉からと読みます。つけ麺粉から、わらびにあるお店ですね。わらびね、まあ、基本的にはね、つけ麺のお店なんだけども、わらび駅西口から、まあ、徒歩歩いて、まあ、5分ぐらいのところ、ドラえもんの家みたいですねいや、まあ、ちょっとそんなに出ますけども、はい、まあ、濃厚つけ麺と中華そばがメインのお店で、わらびではファンとしてファンが多いお店なんですね。で、まあ、ちょっと食券をこう見ますけども、ずーっとね、寄っていきますと、これが粉からラーメン、粉からつけ麺って書いてあるんだけども、お店の名前が冠されているこの粉からラーメンが二郎系の、メニューなんですよ。普通の、僕は普通の、普通の、そう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 、というね、ラーメンは大盛りが無料で、ニンニクは食券で、まあ、無料ニンニクは選択するということで、着丼です。着丼。粉からラーメン大盛り800円のニンニクチャーシュー増しでございまして、デフォルトでね、こう玉ねぎとか乗ってるけども、はいはい、まあ、なんとコールが一切ちょっとできないという、まあ、お店ではございますね。でも提供している二郎系ということで、まずはこの豚からね、食べていきますけども、いや、いい色してますよ ね。これね、こんがりとね、こう焼いてくれるんですよ、目の前で。すごく炙っていただいて一枚一枚、そこは非常にこう匂いも良くてね、なんだ、空腹中枢がこう刺激されていきます。空腹中枢が逆のやつ、はい。食感的にはこれ野菜ね、サクサク野菜なんで、サクサク野菜なんですよ。で、まあ、序盤でちょっと野菜多かったら卓上返しをもうかけていきますけども、この毛のサクサク系はね、こう返しがどん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 こう浸透していくんで、非常に美味しいですよね、まとめてくると、で、油もモワモワタイプだったんで、ね、こう濃厚さというか、こう、口触りがすごく良いんですよね。うん、舌触りか、で、まあ、野菜もそうだけどね、これね、スープが本当に熱いんですよ、マジで。もうすごい熱いの、これもう、ここをちょっと押していきたい、マジで。わ、湯気がすごい、いや、湯気すごい上に、この麺、すごい、よし、よし、まあ、つけ麺屋さんのお店なんでね、麺はその、つけ麺系の、まあ、麺にしてあるのかなっていう感じで、オーション麺ではないという感じですね。ホフホフ麺でございまして、炙り豚と麺の組み合わせはなかなか他のお店では見かけない。いや、そうですね。まあ、もちもちで熱々なので、空気にこう、さらしてですね、やや麺を冷ますとこう引き締められて食べられるという技もございます。ギュッとするんで、麺が。あ、麺がね、空気に触ると。そう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 。そして、まあ、このニンニク、ニンニクはね、無料でこう買うと、この壺みたいなの渡してくれるんで、これを、まあ、2杯、3杯、ね、もう、ほぼ入れたぐらいに近いぐらいの。じゃあもう入れない、入れさせて全部入れないでもちょっと残して、別のお客さんもいるんで、ちょっとは、別のお客さんもいるんで。いや、それ別、別のね、ニンニク使いたいお客さんも。シェア、シェアっていうか、まあまあまあ、そうね。シェアの卓上に置いてある感じの、瓶をこう渡してくれるタイプなんでね、ニンニクは。そう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 、自分一人一人にこう、もらえるわけではない。あ、そうなの。そう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 。で、まあね、まあ、まあ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 、だ、豚自体はね、非常に脂が乗ってカリカリなんで、この麺との組み合わせも抜群なんですよね。ちょっと前、ニンニクが引きずってますかね。その瓶と同じように辛いやつもあるんで、同じような形で辛いやつ、辛いやつ、これ正体はね、分かりませんでした、これ何なのかただ、ちょっとこう、癖のある辛さ、なんかこう、山椒みたいな味もちょっとするような、あ、そう、なんですよね、珍しい。と、ここで、なんだっけ、なんだ、なんだっけこれ、初登場の8食品の、これはね、これ8食品といえば、レトルトカレーとかパウチのソース、よくお世話になってますよね。ピンとこねえな、あれ、待ってない。ハウスとかあったら、あ、ハウス食品か。8食品、100円ショップにある8食品の大盛りパスタソースの8食品、そこが出してる黒胡椒、あれ、そうなんだ、ちょっとテンションに差があるな。いや、やっとやっとついてきた。いや、本当にね、ついてこいな、置いてくぞ、本当にもう8食品から置いてくぞ、マジでもう
ごちそうさまでした。もう急にもう終わっちゃったけど終わりましたね。完食でございますということで、舞台力、油力なんかは80代でございますが、はい、まあ元々はつけ麺のお店なんで、うん、タイプの違うもの食べたいなと思ったらつけ麺行ったらいいわけです。なるほどね。いろんなニーズに応えられるわらびのお店でございます。いやもう何より言うのめっちゃ遅いと思うんですけど、はい、玉ねぎめっちゃ好きなんですよ。あれ、あ、そうなの、はい、あら、なんかこれすごい美味しそうだな。あー、じゃあもうこの前も言ったけど、これわらびならいけるんじゃないですか。ちょっと気になったら、粉からっていうお店、小飯とか言って、はい、どういう意味なんですか。なんすか、店主に聞けよ俺たちに聞くな。いやいや、知ってるか、知らねえよ。そうって、びっくりした。コメント欄で教えてください、本当に誰か知ってる方。店主に聞けよ。店主さんはやっぱり緊張するんだよ。というお店でございました。わらび、ごちそうさま。ジャスポフ。Thank you.